どうしようかな漫画の話を、もうちょっとすると、あの、明日のジョーの BS 漫画やわって、えー、見たことありますかえーとね、その中で夏目めふさが言ってたことで、なんかすごい面白かったんだけども、えー、だからあの、多分ニコ生とかのあ、違う、ニコ動とかで探したらあると思うんだけども、明日のジョーは生きてるか死んでるのか論争とか昔あったんだよな。もうみんなあの、さっきの年齢分布で見たら若いから、 えー、そんなのあんまり見たことがないっていう人がいるのはよくわかるんだけども、漫画っていうのはなんかよくラストシーンでわかんない感じのものがあるんだよ。で、明日のジョーは真っ白になって燃え尽きて、こうなってて、で、これは死んだのかとかどうだとかのよくあるんだけども、その時にね、なんかね、夏目漱さんがすごい面白いこと言ってたんだ。ちょっとね、書いてみるね。あの、漫画っていうのは絶対に、ページ進行がこうなるじゃない。つまり、見開きでこう開いたら、こっから読み始めて、 ここへ向かって読み終わるわけだよね。で、これを長年書いてるから漫画家は整理として、絶対にこういう風に流れるように書く。だから、行くぞって叫ぶシーンは、主人公は絶対こちら側を向いてる。で、それに対して、待てとかやめろっていう、止めるシーンっていうのは絶対こちら側を向いてる。言ってる意味わかるよね。つまり、こちら向いてる場合っていうのは、主人公がこちら向いて喋ってる場合っていうのは、何か物事を進める場合なんだ。で、逆に、こちらを向いてる場合っていうのは、 やめろっていう場合なんだ。これが漫画家のもう生理になって身についちゃってる。身体感覚みたいなもんだな。なので、明日のョ王生きてるのか死んでるのか、そんなことを言うのは無粋なんだけど、一言言うとっていうので、夏目さんが解説してたのが、漫画家の生理感覚はこうなってるから、だから明日のョ王っていうのは見たらわかるんだけども、最後に真っ白になって燃え尽きたぜっていう時は、こっち向いて座ってる。ということは、あいつはあれ生きてますよ。ということなんだ。こっち向いて座って、こちら向いて燃え尽きてるから、 これは状況が進行中だっていう漫画家の整理だと。もしジョーが死んでたら、自分も漫画を描いた人間としてわかるんだけども、絶対に整理的にこちら向きに描いてしまう。それが手の癖だっていううに言ってたんだ。面白いなと思って。なんかあの、なんだろうな、クリエイターっていうのは、案外ね、肉体的なもの、頭の中で描くっていうのはもちろんあるんだけども、肉体的なものであるから、 人格としても見ないと、やっぱ損だと思うんだよな。あの、宮崎駿の話にしても、あの、さっきの水木しげるの話にしても、そういう人間だからこそ生み出す、こういう世界っていうのがあるし、その人の身体感覚になってるからこそ、その表現が出てくるっていうのもある。最後までありがとうチャンネル登録してってね